2019年まで使用されていた旧駅舎緑の窓口と改札口ホーム前景1番乗り場と2番乗り場福崎駅は兵庫県神崎郡福崎町福田寺中港にある西日本旅客鉄道版単線の駅である特急浜風の全列車が停車する対象初期頃の福崎駅駅員がスタッフを持ってホームに立っている現在も漢字駅方向に 同じ 3A が見える。端式、島式の複合型2面3線のホームを持つ地上駅である。駅舎は端式の1番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線、3番乗り場が上下複本線となっている。主に1番乗り場と2番乗り場が使われるが、一部、 姫路駅東駅間の区間列車が設定されており、3番乗り場で折り返す。停車する普通列車はドア横の開閉ボタンで乗り降りする。東駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として万端線内のすべての中間駅を管轄している。2019年2月1日に緑の券売機プラスが設置され、緑の窓口は廃止された。 自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。改札内にバリアフリー対応トイレがある。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は1733人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。特急、浜風の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。